ちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、ちょっと右手がプルプルする。大ハンマーを頭に落としたから。それじゃやばいじゃん。頭にぶつけて手がプルプルするんじゃ。そうだね。うん、脳になんか異常を来たしちゃった時だね、それね。全然意味が分かんないからやめて。聞いてる人が意味分かんないよね。はしごの上からね。うん、はしごを移動しようとして、大ハンマーをはしごの上に置いといて、大ハンマーってでっかいハンマー、こう杭とか打つ。それを置いといて、で、はしごを移動しようとしたんだよね。で、それ置いてあることを忘れて、それが顔面に落っこちてきたんだよね。で、眉毛のここばっくり切ったんだよね。そう、昨日ね、多肉の棚作っててね、多肉棚作っててね、やっちゃいました。すごいよね、はしごの上に置いてあることを忘れて移動して顔面に起こしてくるんだからね。一瞬何が起きたのか分かんなかったね。しかもさ、大ハンマーって別に鋭利なわけじゃないじゃん、うん、ハンマーじゃん普通に、うん、それで眉毛のところがさ、パックリ切れるっていうのはさ、相当な力加わったってことだよ。笑い事じゃないよ、ね、笑い事じゃない。でも聞いて笑っちゃったよ。そんなバカなことたまにはするんだなと思って。そういうことしないじゃん、いつも。そうだね、うん、びっくり、初めてじゃない、そんなのしたの。ああ、まあそうだ、見たことないよ、うん、いや、でもやらかすときはやらかすんだよ。はい、もういいよ、俺の失態は。はい、本題に入ってください。はい、お買い物マラソン、うん、もう本当にたくさんご購入いただいてありがとうございます。はい、選べるセット、選べる3種類のセット、本当にびっくりするぐらいすごいです。この時期に、はっきり正直言うと、楽天でお花のトータルのランキングに入れるってないんだよ、多肉植物。そうだね、多肉植物っていうね、のランキングの話、やってないよね、うん、昨日販売して次の日かにランキング更新されるんだけど、お花の総合ランキングで7位でした。びっくりした。一応さ、どんな商品が自分のお店で人気かっていうのでチェックはするんだよね。で、商品ごとにチェックして、この商品はやっぱり人気じゃないから少しずつこう引いていこうとか、いろいろこう考えあって、いろいろこう見てるんだけど、すごいびっくりした。ありがとうございます、皆さんのおかげ、本当に。ね、それ以上になんかこう、今まで以上に色が良くない、今回も良かったでしょ、うん、ね、早く皆さんにお届けしたいんだけど、ちょっとミニ苗のセットの方から順次どんどん発送していくので、で、お盆中は1回発送がストップしちゃうので、お盆明け、また月曜日から発送開始します。ちょっとハウス販売の都合上、スタッフさんが車が駐車場入れられなくなっちゃうから、うんうん、それなのでちょっとお休みにしちゃってます。申し訳ないんですが、お待ちください。なんかその後はね、急いでボンボンボンって出しちゃうから。はい、で、今ミニ苗系のセットは、はい、お買い物マラソン中だけの価格で販売してます。で、多分ね、みんな 10% くらいオフになって販売されてるので、ぜひぜひ試してみてください。はい、本当にね、お買い物マラソンで買うとポイントすごいつくよね。そうだね、俺もすごいポイントが今溜まってるよ。ありえないくらいつくよね。で、楽天モバイル持ってるじゃん。楽天モバイルを持ってるとさらにポイントがたくさんつくよね。つく。そして楽天モバイル安いし。ね、で、そういう時にいっぱいポイントを貯めて、また次の月にポイントがついたら、戻ってきたら、そのポイントでまた多肉を買うと、うん、いい循環になるんだよ、これが。ね、で、お買い物マラソンの時はね、できればポイントは使わない方がいい。普通の時に、うん、何もない時にポイントを使って買った方が、ポイントを使った分ってポイントが全額つかないんだよね、うん、買った分のお金が。だからぜひ倍率が多分つかなくなるんだよね。そうだから、ぜひ工夫してね、買ってもらえるといいと思います。うん、はい、はい、ほんとすごいから、ポイントびっくりした、今回のポイント還元。ね、うん、ね、で、ミニ苗セットのミニ苗、ちょっとごめんね、うん、今日タワーになっちゃってて、うん、紹介するにあたって、うん、こっちでいい？うん、いい、今手に持つよ。はい、ミニ苗ね、うん、今回ね、ちょっと可愛いよ、またさらにね、うん、なんかハウスの中って昼間暑くて、うん、
夜はぐんって涼しくなるじゃん、うん、そのせいかさ、芋好きがまだ別に悪くそんなに悪くなってないんだよね、うん、ぐんぐんね、まあうん、大きくしたくて水差してるのが結構青くはなるけどね、それほどじゃないかな、うん、いつもでもそうなんだよね、うん、確かに、うん、ミニ苗はこんな感じで、うん、大きさはね、いろいろバラバラなんだけど、うん、あ、いいね、俺これとかちょっと大きく育ってみたいな、かわいいよね、うん、これさ気になる、エボニー系とかもさみんな同じに見えるけど、ああ、ね、そうだね、エッジも違うし、これなんかも色合いが違うしね、そう、ちょっと違うんだよ、そう、内巻きになってたりとか、本当にね、様々、これエボニー好きな人は結構そうだね、探したくなるだろうね、そうそうそう、これもちょっと違うから、うん、ね、赤系とかね、うん、面白いよね、だからさ、いろいろこうに違ってね、うん、で、こんな感じでミニ苗のセットのミニ苗とか、あとミニ苗、うん、9個セット、うん、はこんな感じのものをお送りします、はい、で、あとやっぱりね、ダントツ人気なのが大きい苗が6個つくセット、これにこのミニ苗にプラスして、うん、こんな感じの大きな苗がつく6個つくセットがね、あります。でね、まだね、今は、レッドベルベット、うん、ヒアリナ、ストロベリーアイス、マリア、シムランス、マディバの6種類が今つくセットになってます、うん、はい、で、これとミニ苗が2セットか、だから保証分もつけて20苗、この小さめの方の苗がね、うん、小さめって言っても結構、うん、そんな変わらなくなってるけどね、うん、ちょっとね、小ぶりなのもあるけど、うん、小ぶりって言っても全然寄せ植えに使うにはほんとちょうどいいサイズ、これ自分で使ってて本当にちょうどいいなって思う、うん、そうだね、うん、で、このセットがやっぱりダントツ人気です。はい。はい、で、これ今 10% オフになってるんだけど、うん、ちょっと暑い時期なので、あまりね、多肉のこの楽しむっていうのが薄れちゃう時期だから、少しでも楽しんでいただきたい。で、このセットにプラス1苗、大きい苗をつけようと思ってます。はい、で、この苗の、このセットの苗は、大きい苗は名札がつきません、うん、つかないんだけど、商品説明のとこにこのこれは何々ってこう品種名一応書いてあるんで、それで照らし合わせてください、うん、もし分かんない場合は結構このレッドベルベットとヒルリナの区別がつかないっていう人が結構いて、うん、そういう方はお問い合わせいただければ、うん、楽天のお問い合わせフォームから写真を添付して送ってもらえればお答えしますので、うん、これほら、ミニ苗だけで植えた寄せ植え、うん、こんなにモサモサになってるんだよ。これはもうハウス内の管理ね、うん、屋外のやつもすっごいモサモサだよ、全然元気です。で、心配だったらこうちょっとずつ間引いてもらえれば、この間さ、久々にダイソー行ったらさ、うん、結構またなんか前見なかった鉢とかあって、またああいうところで見て寄せ植え作ると面白いかもね。そうだね。あとまたさ、セリアとか行くとまた違うものが置いてあったりしてさ、また面白いよね、寄せ植え欲が増すよね、うん、そう、今度ダイソンまた見に行ってみようよ。そうだね、新しいいいのが面白いのあるんだよね、結構、ね、あるある。最近行ってないな、ダイソーって。うん、忙しくて行ってる暇がないでしょ。買い物行かないから、うん、ね、そうだよね、うん、近所の八百屋さんだけだ。しかも ちっちゃめの。しかも配達がほとんど。そう。卵とかも子供が多いからね。おいでやっつね。そう。そこのおじさんがね、うん、全部配達してくれるから、もう野菜とかも全部もう言って、お肉も欲しいもの言って買ってきてもらって。うん、買い物嫌いなんだよ。ネット楽天使うから。うん、ね。で、あともう一つ、うん、で、これは、うん、このセットは大きい苗のセットは宅配便、宅急便で、うん、猫ちゃんの宅急便で送らせてもらってます、うん、猫ちゃんのね、猫ちゃんの宅急便、昔から猫ちゃんと呼んでで、もう一つ、うん、こっちも人気なあれなんだけど、寄せ植えセット、うん、これが、名札付きの苗が2つついて、これちょっと例えでやっちゃうね、うん、名札付きの苗が2苗ついて、全然違う、とんでもない名札だけど、ちょっと仮で、まあ例でね、例でね、名札付きの苗が2つと、このミニ苗が、2セットなので、保証の苗を込みで20個ね、つくセット、これもすごいやっぱり人気です、うん、
やっぱ大きいのはそんなにいらないよっていう人はね、そうミニナヤメインで寄せ植え作りたいなっていう人はこっちのセットでもいいかなと。でこっちのセットはただネコポスで配送の商品なので、うん、ごめんねこれはちょっと例えが悪かったね、うん、ネコポスで入る大きさの苗になります。なので高さがそこまで出ないやつね、高さが出ない苗なのでこう平べったい感じの苗が多いです、うん、なので違いはそんなところなのかな、うん、宅急便で送る苗とネコポスで送れる苗みたいな、ね、ただ暑い時期なんでネコポス配送はね同じスピードでやってくれるんだけどポスト投函だから、うん、めにポストはチェックしてもらわないと漏れちゃったりするから、ね、うん、そうだね、ポストの中置きっぱなしだったってなるとちょっと心配だよね。からそれだけ注意してください、うん、であとポイント消化の苗もねすっごく好評でちょこちょこ買っていただいてすごく嬉しいです、うん、ありがとうございます。で、あ、そう違うで、そのポイント消化じゃない、ごめん、寄せ植えセットと大きいエケベリアが6個つくセット、うん、このセット2セットに関しては大きいエケベリアをプラス1個で8月中出てお送りしたいと思っているので、はい、で、商品のタイトルのとこに831って書いておくので、うん、その831って書いてあるのが野菜で8月31日までってこと、うん、8月31ってことね、うん、8月31日までの特別で、うん、大きな一つプラスで送ります、はいはい、暑い時期を楽しく乗り越えてもらいたいんで、人間も多肉もね、そうだね、うん、なんか、そっちはいいの？あ、そうだ忘れてたもん、もう忘れてたで、うん、もう一つ、はい、これあすごいね、それバラみたい、すごいでしょ、うん、やばいよね、うん、すっごいね、リクエストが多かった、うん、本当に多かったんだけど在庫が全然足らなくて、うん、販売できなかったんでまた再入荷です、はい、これ、うん、一株じゃないよね、これ一株、一株で、うん、この間販売させてもらったパンドラなんだけど、うん、これブーケになってる、もう花束で通るじゃん、なんか巻けばこれ、ね、パンってやっちゃうと、うん、ボロンって取れちゃったら困るから今手でギュッと押さえちゃってるんだけど、うん、かわいくない、うん、めちゃくちゃ、パンドラね、うん、熱くて頭がボケてるんだかもしれない、ね、だいたいこんな感じで、ハンマーが頭に当たったんじゃない、ボケてるけど、そうかもしれないねちょっと個体の差はね、いろいろあるんだけど、こんな感じでパンドラです。で、枯葉はあえてつけたまま送ります、うん、休眠しちゃうので、してるので、うん、枯葉つけて、少しでも乾燥防止するためにこの状態で送るので、うん、枯れてるものを送ってるわけじゃないので心配しない、枯葉は乾燥防止、そうだから発根して次の成長期になるまでこのままにしといて全然平気だから、うん、むしろ取っちゃうとまた内側の葉っぱが枯れ込んでっちゃうから、わざとこのままにしておいてあげてください、うん、はい、むしり取らないで、はい、ね、秋だいたい涼しくなってくると成長してくるから、展開してくるから、うん、そしたら取ってあげてください、はい、でこっちは普通の通常の前回販売したのと同じ大きさのパンドラです、はい、ね、でもさっきの束見たら束が欲しくなっちゃうよね。そうなんだよ、先にこっち見せた方がよかったね。そうだね、ね、束はね在庫がちょっと少ないんで、うん、こっちはいっぱいあります。まあまあでもね、これを自分で増やすのも楽しいし、ね、そうだね、うん、やっぱり束はちょっと高額です、うん、ね、こっちで十分だって思う人もいるし、ね、お買い求めやすい価格なので、ただ束はすごいゴージャスね、全く一緒のものだからね、うん、束のがやっぱりでも一粒一粒が小ぶりだね、こっちのがちょっと大きめ、うん、でこの群生のやつはやっぱりポロって取れちゃうことがあるんで、うん、取れちゃったら一緒に植えてあげてください、ね、下の部分はこんな感じです、はい、ね、一個さコメントあったんだけどさ、うん、まだそれ説明する？これ、うん、大丈夫？うん、大丈夫だよ、ちょっと読んでもいい？いいよ。こんにちは、いつも YouTube を楽しみにしています、はい、こんにちは。先日のママさんのが見せてくれたネオンライト、うん、見せたね、うん、が、うん、めちゃくちゃ可愛くて購入しました。ありがとうございます。まだ届いてはいないのですが、うんうん、見た感じ薄葉のような気がして、増やすとしたらどのように増やした方がいいかなと思いコメントしました。だって、
増やすとしたら、うん、カットだったよね。カット。カット。うん。ピザ石とかじゃなくて、あのね、若干幹立ちするタイプなんで、うん、であと子供も入ってきてくれるんだけど、うん、うん、カットが一番いいかな、あれは。うん、ちょっとずつ上に伸びてきちゃったらそこカットしてあげて、そうすると下からこう吹いてくれるから、うん、多分時期間違えると下が腐って死んじゃうから、うん、秋の涼しくなってから。うん、あとは春、うん、早め。3月の終わりとかにカットしてあげるといいと思います。はい。うん、どんどんこう出るよ、あれ。カットしなくてもね、結構小が脇から出てきちゃう。そういうタイプだ。うん。ある程度大きくなると大丈夫です。はい。うん。はい。そんな感じで。はい。はい。で、はい、アイオニウムは更新は明日です。明日ね。うん。月曜日。うん。うん、今日はこの、831って寄せ植えセットに書いておくので、うん。野菜セットね。うん。野菜セット。夏のお野菜セットに。はい。ね、それなので一苗大き苗をプラスでお届けします。はい、10% オフで大き苗も一苗プラスですめちゃくちゃお得じゃない？うん、ダメ、まあ、金額わかんないから俺は何とも言えないけどまあ多分お得なんだろうなと思う。だからさ、自分でこの値段だったら買ってもいいかなみたいな値段設定にしちゃうから、うんうん、しかもセットだからお得じゃないって嫌じゃない？うん、そうだね。何買うにしても多肉じゃなくても嫌だから、うんうん、そうだね。主婦だから、ね、500円で今なら3点買うと1500円とかじゃ意味ないもんね。そうなんだよ、そうなんだよ。変わってねんがいってあるよね、たまに。みたいな。そうそうそう。夏ちょっと暑すぎてさ、テンション下がっちゃったりするから、少しでもテンション上げられるように皆さんの肉でお手伝い。はい。はい。じゃあカメラが熱持ってきそうなんで、うん、はい。OK ですか、うん、はい、じゃあ今日はそんなところで、はい、はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタン、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。